はい、今日のランチは、これ、味噌そばといえば、君食堂でしょう。石垣で一番最初にね、味噌そばを作ったところ、これ、もう元祖味噌そばといえば、君食堂。ここのね、私はここのね、ピリ辛味噌そばが大好きです。 いっぱいね、スペシャルそばとかいっぱい月味噌そばとかあります。これお店が始まったのは昭和49年です。で、新装平成3年とか、まあここはね、石垣で味噌そばといえば君食堂っていうことで結構有名なお店です。今日はここでランチ、そば食べます。久しぶり、味噌そば。俺はもうこれですよね。俺はピリ辛味噌そばがいいな。ピリ辛味噌そば、うん、ピリ辛味噌そば、すごい、ちゃんと味噌そば味を書いて、うん、うわ、ほんとそば、うん、そうそう、ここ、そば屋さん、チャンプルーみたいなのはないんだ。昔あったけど、もう今はもうそばだけ、ほら、いっぱいね、やっぱり有名だから、やっぱり皆さん来ますね。芸能人の方とか、松方弘樹さんも来てますね。すごいすごい、ほら、ほら、具志堅用高さん、お、狂言、うわ、すごい人も来てる。やっぱ元祖でしょ、元祖味噌そばさんの。カウンターも、カウンターも、じゃーん、こっちが味噌、ピリ辛味噌そば、これはね、学生スペシャル味噌そば、三枚肉早期目玉焼きが乗ってるそうです、ね、いただきます。これはもうピリ辛味噌そば大好きなの。このね、辛いのを、この目玉焼きが見て、プルプルプル、もう大好物、あげないよこれをね、まずこうスープに絡めるんだよね、このチャーシューのピリ辛、なんかね、すごい、もやし、野菜もたっぷり入って三枚肉で、早期、早期が結構、あ、でかっ、結構、あ、ま、よかったじゃん、見て、早期が結構ね、早期、ほら、なんか早期大きい、なんか厚い、あ、だからスペシャルなんだ、結構分厚い、ちょっとスープをね、ちょっとスープを、お写真も撮りにしたらね、はい、お蕎麦には原料はつきません、ね、ピリ辛だけ作るんです。このリーゴはですね、ピリ辛は辛いですよ。そのままスープをつき込むんです。あ、なるほどね。その場合は、味噌味をたっぷり味わっちゃって、味噌汁を入れて、注いでおります。あ、はい。すいません。はい。ありがとうございます。このこだわりが。うん。いただきます。美味しい、美味しい、 あとからね、クーッとくる、ちょっとさっき、なんか、ね、結構いろいろね、こだわりあるよね、ここのおばちゃん、うん、聞いたら、なるほどなっていう、うん、そば、いただきます。
沖縄そば、八重山そばってあんまお味噌を入れてないから、ね、ほんと美味しいね。ほんと元祖味噌そば、うん、うん、うん、でも、ほら、この肉もすごい柔らかい、ね、うん、味噌そばあんまりないんだよね、数えるぐらいしか、うん、ね、だからもう旅行に来た時味噌そばはもう一回は食べて帰ってほしいよね、うん、うん、レパートリーとして。これ結構麺も量も多い。そのままパクって食べるの、うん、もう私溶け出すのはあんま好きじゃない、うん、黄身が溶けるじゃん。もう少しです。中間報告頑張ります。まあね、なんか普通のあの八重山そばと違う美味しさ。早っ。どうしたの？先に完食です。ちょっと遅れた、遅れた、完食で勝ったぜ。ごちそうさまでした。美味しかったです。完食。相変わらずはい、じゃあ久しぶりに来た君食堂、美味しかったね。めちゃくちゃ美味しかったね。すごい久しぶりだったけど、相変わらず完食できました。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。皆さんもどうぞね、石垣に来た時はもう一回は食べてほしい。食べてほしい。うん、美味しかった。はい、今日はもう美味しいランチでした。ごちそうさまです。またまたねー。